アリョーシャ・アサノビッチは、ユーゴスラビアスプリット出身のクロアチアの元サッカー選手。ポジションは MF。選手時代は、サッカーユーゴスラビア代表、サッカークロアチア代表として選出されている。日本語では、アリョシャ・アサノビッチ、アリオシャ・アサノビッチと表記されることもある。1980年代後半から1990年代に活躍した。ズボニミール・ボバンやダボール・シューケルらと共に、クロアチア代表を同国初の UEFA 欧州選手権及び FIFA ワールドカップに導いた選手として有名である。左足から多彩な球種のラストパスで決定機を生み出す一流のパサーであった。最初は地元のハイドゥクスプリトのユースでキャリアをスタート。1984年に同チームのプロチームに昇格し、6シーズンにわたってプレーした。この間173試合46得点をマークし、1986から87シーズンには最初のタイトルとなるユーゴスラビアカップ優勝を果たした。1990年シーズンよりフランスのリーグアンに移籍。メスを皮切りにカンヌ、モンペリエに所属した。メスでは35試合13得点、カンヌでは28試合7得点。モンペリエでは43試合10得点を挙げ、4シーズンで106試合30得点と活躍した。1994年シーズンより、古巣のハイドゥクスプリトに復帰。チームは1994から95シーズンの国内リーグ戦と国内カップ戦の2冠を達成した。国内リーグ戦優勝により出場した、UEFA チャンピオンズリーグ1994から95では、予選でレギア・ワルシャワ相手にセカンドレグで2得点を挙げる活躍を見せ、クロアチアのクラブ史上初の本戦出場を果たした。本戦のグループリーグでもベンフィカに次ぐ2位で突破し、準々決勝でアヤックスにファーストレグで0-0と善戦するも、セカンドレグで0-3と敗れたが、これまたクロアチアのクラブ史上初の8強入りを果たした。この大会での活躍が認められ、1995から96シーズンの途中には、リーガ・エスパニョーラのレアル・バリャドリードにレンタル移籍した。1996から97シーズン、プレミアリーグのダービーカウンティに移籍、10番を背負い1シーズン半を過ごし、優れたゲームメイクを見せるなど、1シーズン目には大きなインパクトを残した。2シーズン目は怪我で限られた出場機会となり、シーズン途中当時、セリエ A の下位に低迷していたナポリに移籍した。その後は、ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス、ブンデスリーガのアウストリア・ウィーンを経て、2001年シーズンには、初めて UEFA 外で A リーグのシドニーユナイテッドでプレーした。2002年に、古巣、ハイドゥクスプリトに3度目の復帰をして1試合だけ出場し、現役生活に終止符を打った。1999年に、AC ベネツィアに移籍した、七海博士の穴埋めに、ジュビロ磐田フロント陣が獲得に動いていたがで行われたアメリカ代表との親善試合で先制ゴールを挙げ、これが自身の代表初ゴールとなった。1996年のヨーロッパ選手権では、グループリーグのトルコ戦、デンマーク戦で、それぞれ1アシストを決めて、クロアチア史上初のメジャー大会での決勝トーナメント進出に貢献した。1997年6月8日に国立霞ヶ丘競技場陸上競技場で行われたキリンカップサッカーの日本戦では0-3でリードされた後半31分と後半40分に連続して得点を挙げ代表では初の2ゴールを決めた。1998年ワールドカップフランス大会ではグループリーグ6月20日の日本戦で、後半32分に中西英介を振り切って正確なセンタリングを上げ、これをシューケルが合わせて先制ゴール。この試合の勝利の立役者となった。ラウンド16のルーマニア戦でもシューケルの決勝ゴールをアシスト、準々決勝ではフランスに敗れたがこの試合でもシューケルへのアシストを決めた。この大会ではチームの中心選手として、全7試合にフル出場、チームの3位に貢献した。代表には2000年まで招集され、62試合3ゴールという成績を残している。引退後は2006年よりクロアチア代表のアシスタントコーチを務め、2006年ドイツ W 杯出場に貢献した。その後、2012年から2013年にはロコモティフモスクワのアシスタントコーチをやった後、2015年より DAC1904 ドゥナイスカーストレダのテクニカルディレクターについている。ありがとうございます。